今日は皆さんにお話と宣言があります。私3ヶ月間ダイエットします。その理由もですね、2月頃から撮影しているのが4月の後半なんですけれども、約2ヶ月にかけて私なんと5キロぐらい体重が増えたんですよ。でこれ原因が分かっていまして、12月にですね書籍の撮影をしたんですよね。それに向けてこうコツコツボディメイクを頑張ってたんですけど、大きな目標を達成したことによりちょっとずつ気が緩んで、もともと食べるのがすごい好きだったので、だん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 気が緩み怠惰な生活になり、食欲が抑えられず気づいたら5キロ増えてたということなんです。普段 SNS や YouTube で私食べるの大好きですとか、食べた分だけ体にお肉つくんですとか、体重増えますよって言ってもあんまりね皆さんピンとこない、もしくは信じていない方も多いかもしれないんですけれども、本当に私すごく太りやすいんですよ。なので今回はもう思い切ってね、 YouTube で皆様に応援をしてもらいながら、私も自分自身で逃げ場をなくしながら3ヶ月、無理のない急すぎないダイエットっていう計画で体をどんどんね綺麗にしていこうと思います。目標としては自分の中で最強ボディを作っていくっていうところですね。よく最近こう体重にあんまり引っ張られすぎないでっていう言葉も出てたりするんですけど、私もその通りで、どちらかというと体のラインをもっともっと自分の中で自信が持てるように、お腹をキュッとくびれさせるとか、お尻をプリッと上げていくとか、足をほっそりさせていきたいっていうところにフォーカスをして3ヶ月間頑張っていきたいと思います。というわけでですね、ここからは実際の、私これ本邦初公開です、自分自身の体重だったり体脂肪率とか、あとは筋肉量だったりをここで大公開します。ただ何度もお伝えはしてるんですけれども、私の身長、体重、あとは他の数値が皆さんの基準だとは思わないでください。あくまで私自身が持っている数字なので、あ、この体重まで減らさないといけないんだなとか、自分とはこんなに違うんだなとか、なんかそういう風なね比べ方でこの体重設計を見てほしくはないなっていう風に思っていて、あくまで私も自分の中の数字を比較しながらボディメイク、ダイエット頑張っていこうと思っているので、それを踏まえた上で見てみてください。というわけで出してもらいます。ちょっとね細かい写真画像にはなってるので少し見づらいかもしれないんですけれども、私その12月に、自分でもすごく体を絞ったなって思った時は、身長が170センチで体重が51キロ台でした。で、体脂肪率も、測る機械とか測るタイミングとかによって誤差はあるんですけれども、だいたい 15-6% くらいをキープしていました。で、もともとこの数年インストラクターをやっている時は56、7キロくらいが自分の中での平均、58くらいに行くと、あ、ちょっと太ってきちゃったなっていう感覚。ただ体脂肪率が、私子供の頃からダンスをやっていたのもあって下半身の筋肉量が結構しっかりあるので、それもあって体脂肪率は多分標準的な女性の平均値よりかはやや低めに、56キロくらい体重がある時も 20% を超えることはあんまりないかなっていう感じでした。で、今回、その12月から比べて5キロ増えたっていうのが、いわゆる今までの私の平均値に戻ってきたっていうところなんですけれども、どんな食生活をしてて5キロ増えたかっていうと、私ね甘いもの大好きなので、1日で爆食してバーンって増えたっていうよりかは、毎日のおやつちょこちょこ食べが本当にやめられないんですよ。コンビニ寄ってこんくらいのちっちゃいお菓子を 2,3 個買っちゃうとか、そんなにお腹ペコペコではないのに少しの空腹とか口寂しさを満たしたくてちょっとしたお菓子つまみを食べちゃうとか、そういうのをダラ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 続けた結果体重が増えてまいりました。というわけで今回数値ももちろん大事なんですけれども、体のラインを変えていきたい、さらに素敵なボディを作っていきたいということで、どのくらい変化するのか数値も測っていこうと思います。で、私ね自分の体型の中で、変えたいなって思う場所が主に3つあります。ウエストをさらにくびれさせたい、お尻はプリッと大きくしてあげたい、で足
細く綺麗にしたい、まあ、主に下半身ですかね、腕とか首周りっていうよりかは首でお尻足っていうところにフォーカスをしてやっていきたいので、今日はウエスト、お尻、太ももの一番太い部分の3つを計測して、それもね今後どのように変化していくかっていうのをお知らせしていきたいと思います。それではスタッフさんに測ってもらいます。はい、お願いします。65、はい。と、はい、いうわけでこの数字もう一回ね見ていこうと思うんですけど、でまず体重がですね 56.5kg、 ただ私体組成計乗った時よりも少しだけ今時間が経ってるんですけど、今ね横分けプラス生理前って感じで体感もっと増えてますっていう自覚があります。で体重こんな感じで、体脂肪が一応ね 17.7 とは出ていて、数値上で見るとこれ測った時に見ていただいたトレーナーさんにも数字的には悪くない、このままでいってもいいくらいっていう風に言っていただきました。なのでやっぱりさっき言ってたね、数字にあんまり引っ張られたダイエットをしないでほしいっていうのもつながるんですけど、私もまあ3ヶ月でダイエットしていきます。で目標としてはマイナス5キロとは思ってはいるんですが、あんまりそこにね自分の中でこだわりすぎないように心がけながら自分の体と向き合っていこうかなっていうふうに思っています。で私の体質なんですけれども、まず大変冷えてむくみやすいですね。筋肉量あるのに矛盾してるやんって感じなんですけど、多分好きな食べ物が甘いもの冷たいものがすごくもともと好きなのと、血管がね割と細いタイプらしくて冷え性なんですよ。ヨガでだいぶ良くはなってきたんですけど冷え性っていうところもあるので、むくみにフォーカスをするとなると、普段私が動画で出してるストレッチとかマッサージとか自分の中で活かせるかなっていう風に思っています。とりあえず今回はですね、皆さんに自分の意思頑張るよっていうのを宣言する動画とさせていただきたいので、ここから3ヶ月間ですね、私がどんなことを気をつけているよとか、どんな食生活をしているよとか、そういったところもちょっとずつね動画で上げさせてもらえたらと思っています。もちろん世の中みんながみんな痩せたい人っていうわけではないと思うので、3ヶ月間ぜひ皆さんも何か私と一緒に頑張りたいことがあるよっていう方はぜひコメント欄に、私は僕はこれをチャレンジしてみます、一緒に頑張りましょうっていう風に書いてもらえると、さらにさらに頑張るやる気が出て嬉しいです。では今後もお楽しみに、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございます。